面室2000万ユーロね、やばいよね。いやー、正直ね、メンフィス普通にセンターフォワードか左ウィングかね。なんなら4-2-3-1とか使ってトップ下でもいいし、4-1-2-3のインサイドハーフもできるぐらい賢いですけどね。マジでメンフィスいい選手だからな、絶対出さない方がいいと思うんですけどね。メンフィスいい選手ですよね。どこが取るんだろうね。絶対出しちゃいけない選手だけどね。ジャビに代わって戦力揃ってない時とか、メンフィスのこの力で何とかしてた時期あるし。で、ファティがさ、どのぐらい稼働できるかわかんないじゃん。いや、だからほんとフェラントーレスを完全で取ったのが、いや、どっちに転ぶんだろうね。あ、そう、バルサとスパーズがラングレのローン交渉して、ローンってところ賢いよね。そう、ローンなんだよ。ローンなんだよ、これは。完全で一発で取んなくてもいいね、今のバルサの状況から言うと。ラングレもそんなに調子良くないし。ローンなんだよ。これがフェラントーレスを取るときにバルサがやんなきゃいけないけどできなかったことで、ローンっていうのがいいっすよね。したたかというか、ブレンキー出して選手層とか大丈夫なんですか。だからボールキープとかそういうテクニックとかフィジカル面信用してますけど、やっぱりボールを受ける位置だったり動いちゃいけないところで動いちゃうとか、結構フレンキーも修正しなきゃいけないとかたくさんあるんですよ。成長しなきゃいけないところ、そこでフレンキーがどういう態度を取ってんのかとか、そこに取り組んでるのかとか、その辺は分かんないから。で、ちょっとオランダ代表のサッカーの方がいいとかちょっと言っちゃってんじゃん。あの辺が、まあ監督からしたらちょっとマネジメントもしにくいしね。で、ケシエとかも来るでしょ。で、そのお金でね、一番、必要な安定したポストプレート得点力っていうレバンドスキー取れるんだったら取りたいじゃん。めっちゃ、なんか、気持ちはわかりますけどね。本当にうまく売れましたよね。フェランあのまま行っても売られてた感じします。だし、やっぱり、シティには減速があるし、ウィングとかでそんな使ってなかったから、フェランの悪さが出なかったよね。まあ、ペップのおかげでバレてなかった部分がかなりありますよ。Thank you.